どうもこんにちは、吉田隆久です。いきなりなんですけど、僕ミニマリストっていうライフスタイルを取り入れてて、極力物を持たない生活をしてるんですね。こんな感じで部屋も、そこベッドがあって、たまに弾いたりするんでギターが置いてある。あとクローゼットの中もこんな感じ。今日は僕がミニマリストになったきっかけを話そうかなって思います。僕がミニマリストになったきっかけは、本を読んで影響を受けてミニマリストになりました。なんでその時の、エピソードみたいなのを話そうかなって思います。でもさっきも言ったんですけど、そう、僕がミニマリストになったきっかけは本で、2018年の3月、読者家の友達が、いまして、その当時僕全然本読まなくて、でその友達の家に遊びに行ってたんですね。コロラド州にある。その友達が本屋行こうよみたいな、なんかすることなくなったんで本屋行こうって言われて、うわマジかって思って、そう、まあしょうがないからついていくかみたいな。そう、その友達が車も持ってるし、やることもなかったし、いいよっていう感じで行って、で本屋に入るなり、そう、水を得た魚のようにその友達はバーってその店内を見回ってて、結構大きい本屋だったんで、ここから小1時間ぐらいかな、時間潰さなきゃなって思ってて、そう、店内を歩き回り出しました。でそこでなんか面立てのコーナーがあって、でそこをなんか見てたんですよ。表紙がなんかかっこいい本があって、でプラスその表紙にジャパニーズって書いてあって、あ、なんか表紙かっこいいしジャパニーズって書いてあるから、ちょっと取って読んでみようかなって思って読み始めたんですね。結論、その本がミニマリストの本、ミニマリストの方が書いてた本で、その冒頭数ページ開けると、そのミニマリストの方、その物を持たない生活をしている方々の部屋の写真が載って、それに単純に僕衝撃を受けて、いや何これみたいな、意味わからんしみたいな、全然物ないじゃんみたいな、こんなんで生活できんのって思って、それが最初の僕のミニマリストのイメージというか、印象でしたね。そう、こっから先は本の僕が印象に残ったフレーズみたいなのを引用させてもらいますね。最初の冒頭で、僕は物を捨てることからスタートして、なぜか前より幸せを感じている。え、どういうことって、いや僕はなったんです。何にも物を持たない生活をしてて、その著者の人のミニマリストになる前の、あの生活の描写とかが書かれてて、それが、物を持ってた僕は人と比べていて惨めだった、何も深く考えられず時間を無駄にしていた、物に囲まれていた僕は言い訳ばかり、ネガティブな考えばかりが頭に浮かび、自分をがんじがらめにしていた。プライドだけは無駄に高く、恥をかくことが怖いので、やりたいことがあっても何も行動に移せなかった。いや、これを読んだ時に、その当時の自分とすごい重なる部分があって、常に自分ができないのは環境のせいとか他人のせいとか、自分と向き合わず他責ですよね。他のことに責任を見つけてそこに押し付けるみたいな、そういうマインドセットも僕はあって、この著者のミニマリストの人もそういう時期があって、物を捨て出したらそうじゃなくなってったっていうことが書いてあったんで、すごいなんか興味がどんどん湧いてって、で結局その日のうちにその本を買ったんです。でその本を買ったのもやっぱり、著者のミニマリストになる前の生活スタイルみたいなのが、その当時の僕とすごい似てて、僕自身もそういう自分があんまり好きになれないというか、なんか変えなきゃなみたいなのも思ってたりしてて、何すればいいか分かんない、変わりたいけど何すればいいか分かんないみたいな状況、だったんですよね。やったこととしてはやっぱ物を手放した、物を捨てたことだけだったと書いてあったんで、物を捨てるだけだったら俺にもできるなって思ったんで、じゃあやってみようって思ってその本を買った、ですよね。でその次の日から、その本を読み出して、その当時全く本を読まない人間だったんで、そう、本を読み出してから僕のルームメイトとか、その僕が本読んでるとこ見て、いやマジかよ何が起きたのみたいな、地震でも起きちゃうぞっていうリアクションをして、すごいびっくりしてて、でそっからその本の中に、捨てる方法みたいなのも書いてあったんで、それに習って捨て始めていきました。その本に出会うまでは、自分の幸せっていうのはとにかく働いて高い給料を得て高級車乗ってタワマンに住んで、とにかくお金があって不自由なく好きなものを買える生活が幸せだと思ってたんですよね。けどなんか物を捨て出してからは、なんかもっとそんなことよりも大切なことがあるよなって気づいて、
本当に人と人とのつながりとか、なんか自分の心の持ち方次第で自分の人生って変えられるなみたいな、本当に本質的なところに気づけたんですよね。まあそんな感じで今日は、僕がミニマリストになったきっかけ、アメリカの本屋さんで日本人の方が書いてるミニマリズムについての本に出会って、その本に影響を受けて僕はミニマリストになりましたっていう、話をしました。まあミニマリストって生き方も、なんかもっと広まればいいなとは思ってるけど、全員が全員に当てはまるわけじゃ僕はないと思ってるし、そうたまたま僕に会ってたっていうだけで、そうで、まあ僕がなんかそうなってよかったメリットとか、そういうことを発信してって、一人でも多くの人がその生き方を知ってやってみて、あ、この生き方にしてよかったって思ってくれるような人が増えたらいいなって、思って情報発信とかはしてるんで、まあ、最近流行っては来てますけど、まだまだ全然マイノリティなライフスタイルだと思うんで、なんかもっと増えていったらいいなと思いますね。まあそんな感じで、この動画が少しでも参考になったりいいなと思ったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。